本当に強情なんだから黙っていてもいいことないのに。あなたたちの能力、超える力、あれは私たちが必要な力だから、いろいろと知りたいのよね。あなたたちの目的は万身退治なんでしょ。私たちが代わりにやってやるって言ってんだから、おとなしく言うこと聞けばいいのよ。この場で死ぬか、耐え難い恥ずかしめを受けて苦しんで死ぬか、どちらがいいかしらね。暁の決明名士ミンフィリア、超える力を持つあなたの体、ゆっくり調べさせてもらうわ。おい、こいつらをキャンプに連れて行け。カストルム・メリディアヌムの研究室へ送る。はっ。みんな、you
髪の女以外は殺しても構わん。チェッ！何？ヤシト！待たせたわね、ミンフィリア。この数が相手では。バカ野郎、あれ置いて逃げ出してきたのか。そんなこと言ったって、取り憑かれたら勝てるわけないっす。犠牲者たちが吠えた演説、力の伴わぬ空虚な言葉の数々、茶番を演じる弱き犠牲者とそれに喝采を送る愚かな民、まさに滑稽なり。わかるか暁よ、必要なのは力。民を守り導き、この地を救う真なる力だ。万神を制すこの力こそ、エオルゼアを救う王者の剣よ。それを覚えておくのだな。今のは万神ガルーダを倒した例の兵器か。アルテマウェポン完成していたの。アルテマウェポン、アラメゴで発掘された古代アラグ帝国の遺産。あらゆる蛮神を打ち払い、あらゆる国を焼き払うという絶対の力。帝国はその力を携え、エオルゼア諸国に服従を誓わせる気よ。ガイウス、貴様は。あれは、見ろ、ガイウスの横。天使アッシェンだ。
の方位、闇の異形者と呼ばれアシェンたちを束ねる上級の存在。ではあれが、あれがアシェンラハブレア。サンクレットがアシエン・ラハブレアだったとはな。よりにもよって彼にアシエン関連の調査を進めさせていたのは私なのだぞ。気づけなかった自分が情けない。そして我々の情報は奴らに筒抜けだったというわけだ。帝国の切り札アルテマウェポンは完成した。万神をいともたやすくねじ伏せる力、そしてあの火力。あの兵器の脅威を一刻も早くエオルゼア同盟軍に伝えなければならない。落ち込んでいる場合ではないぞ。もしもし、そう、私は…ともあれ、皆は無事だったのだ。おかげさまで無事よ。敵がどんなに強大であろうとも、力を合わせて戦えばよい。暁の決命にはそれができるのだから。わかった。ありがとうクルル。今こそ、エオルゼア諸国へ知らしめるのだ。万神ガルーダ討伐の知らせとともに、暁が蘇ったことを。ここからの戦いは君が頼りだ。頼んだぞ。行きましょう。諸国を束ねる首領たちのもとへ。
you